平田総治は、薩摩国島津市の家臣で、戦国時代から江戸時代前期にかけて、同盟の薩摩平田市の一族が7名存在した。資料に残された自責が、全員とも少量であるため、ここにまとめて略記する。平田総治は、戦国時代の薩摩国武将。父は、平田市着流の平田定宗。通称はまた十郎。養子氏は、平田昌州。 平田氏五代、貞宗の三男として誕生したが、長男のマサ州が、次男、宗貞信道を憎んだため、宗次は、次男とされた。永六元年薩摩国総軍、常吉号の宮ヶ原にて戦死した。病石は、着流六代となった兄、マサ州の、その婿養子である高僧の次男、昇州が継いだ。平田宗司は、戦国時代の薩摩国武将。父は、 平田支所流の平田宗則、通称は、玄太、晋介。平田宗則の次男として誕生。祖父の宗直は、平田市三大州の次男、宗勝の養子。平田国福島の一気にて戦死した。法名は、清田真崎よ。平田総治は、安土桃山時代の薩摩国武将。父は、平田支所流の平田宗を、母は、吉利久し金の娘。 通称は平次郎。平田周王の長男として誕生。祖父は平田宗ので、平田国福島一期にて戦死した、平田信介総除は叔父にあたる。この平次郎総除は文読、慶長の役にて戦死した。去年23、静野小田巻著者不詳差しへ。吉田泰蔵、平田三五郎を訪ねるの図、平田総除慶長を4年11月28日は、 安土桃山時代の薩摩国武将。父は不明。通称は三五郎、将来の乱に、同僚の吉田大蔵清盛と共に参戦したが、大隅国宝部での合戦で、清盛が討ち死にする。清盛の家臣である、佐藤武四獣がその泣き殻を肩にかけて引き抜いてくると、胸継は泣き殻に抱きついて、涙を流し、今はこれまでと敵中に駆け入り討ち死にを遂げた。年十五 平田三五郎の吉田泰造に対する忠義の精神は、後に武士官の手動を描いた静ズ織田巻のモデルとなり、二歳衆の間で愛読されたと言われる。三五郎は美少年であったらしく、養殖無双と書かれている。実際、新色忠元は若武者の死を聞き、彼は無双の微動なりとして、哀悼の和歌、昨日まで誰か、手枕に乱れけん。 よもきが元にかかる黒紙を読んでいるが、それが三五郎のことと伝わる。千の小玉木は地元鹿児島では、江戸時代から明治時代まで広く読まれ、明治以降は森大外ら有名作家が作品内で触れたことや1884年に自由統計昇新聞、自由党に連載されたことなどにより、全国的に知られるようになった。そうしたから部町北詰に平田三五郎の墓があるが、 戦時中、墓の石片が出生兵のお守りとされたため、墓の正面の文字はほとんど削られて読めない。向かって、右側に、明治38年2月18日改正平田、老平田修士、平田十右衛門見事武人、黒木伝次郎、左側に宮内一之助宮内七助とある。鹿児島市内の石神社に、平田三五郎、吉田太蔵の辞世の句とされるものがあったが、 消失した。平田総治は、安土桃山時代の薩摩国武将。父は、平田支所流の平田総生通称は万兵衛。平田総生の次男として誕生。父の胸清は、平田支所流の滝木騎士を合していたが、着流七代である平田高僧に許され、平田に復製した。胸継ぐは、関ヶ原の戦いに参戦し、戦死した。 平田総治慶長7年8月17日は、安土桃山時代から江戸時代にかけての薩摩国武将。父は、平田市着流の平田蔵州、母若月、通称は新次郎。着流9代である平田蔵州の長男として誕生。慶長7年、島津家久が、平田国の尻に手狩りを行った際に同行し、省内の乱の首謀者であった。 伊集院忠実ともども射殺された。去年17、掃除を射殺した日向国牧タスク合法氏の押川、のりは、忠実と宗継が馬を取り替えていたため誤射したと述べ、則義は責任を取り切腹した。平田掃除慶長17年4月26日は、江戸時代の薩摩国武将。父は、平田支所流の平田宗近。通称は、左馬頭。 平田宗近の長男として誕生。父の宗近が平田増収の実定であるため、増収長男の新次郎総治はいとこにあたる。慶長17年、島津家久により中殺された増収に連座して、父や弟らとも刑もに処された。去年20、ありがとうございます。